1周年ありがとう。待って、1周年書きますね。よいしょ。あ、チャレンジからもらえるんですね。え、すごい可愛いギフトだ。ありがとうございます。公演デビューもね、本当にありがとうございます。気づいたら1周年が経っていましたね。本当に早いようで短いのか、短いようで早いのかわからないんで、あれよくわからないんですけどはい、そうですね、あと2年目もたくさんあれですね、頑張っていこうと思いますので、ぜひぜひ公演お待ちしております。めでていね、そうだ、めでていだね。 ありがとう、めでてい、ありがとう、嬉しい、こんばんは。ってことで、なんかいつも9時半、なんかこのあと9時半からも配信したいなって思ってるんですけど、その時は普通にお話をし、なんか普通に雑談をしたいなと思ってて、今は歌いたいと思います。歌うぞー、えいえいよー。公式 NGT48 3期生の X の動画、あれは笑った。え、面白かったですか？え、あれ見ましたか皆さん、 X。 あれね、そう、ルア使われてるの大体変顔っていうね、なんか面白いから、ぜひぜひ見てみてくださいぜひ見てみて、面白かった、あれ。いや、楽屋だとルアずっとあんな感じだから。でもね、公演になるとあれを出せないんだよね公演になると出せないんだけど、楽屋だとずっとあんな感じです。カメラ向けられてすぐ変なことしちゃ そう。昨日はビルシュの優しさに救われた日だった。おお、ありがとう。ね、柱だけど見えたよ、面白かった、ありがとう。3期生って本当にね3期生もすごくすごくすごく面白い方たちばかりなので、はい、2年目もよろしくお願いします。昨日のもっちゃんのセーターの裏側も入ってた。そうそう、昨日はね、動画の中に入ってたの、あの掃除でこうやってるやつ、こういうとこが昨日のやつだよ掃除でわーってやってるの。え、なんか歌おうっと、せっかくだしね、記念記念記念、ねねねねね、いやー周年、え、でも9時半から1周年について語ろうかな。今日はなんか歌いたい気分、ぽよいしょ。いやー、そうですね、いやー、昨日は本当に楽しくて楽しくて楽しくて、下のあるかな、ちょっと待って見てみるね。今日はとあることをしてきました。それも9時半以降に言うね、お仕事。よいしょ、高速で手やって、手いえ、そう、あともっちゃんが昨日さ、あのもっちゃんと披露したポニッシュも歌いたい。はい、3期生わちゃわちゃしててすごいね、素敵なちょっと出会えたなって思います。うん、だってこれがなかったら絶対出会ってなかった。まず年齢が違うわけだから、しかも県も違う人もいるし、県外の子とかね、絶対出会わなかったわけじゃないですか。ほぼ 100% ね。こんなに気があって、こんなに面白い子たちとね出会えるんだって思ってもいませんでしたね。そう、なんかアイドルだからみんななんかキュアキュアしてる感じなのかなって最初は思ってたんだけど、だからルアすごい浮いちゃうかなって思っちゃったんだけどね。でも全然そんなことなくて、みんなめっちゃノリいいし、そう、本当に楽しいですね。一緒にいるだけで本当に楽しい。下の名ってあるのかな。ん、あった、
じゃあちょっといろいろ歌っていきたいと思います。 Go! 懐かしい。だってやばい、だって公演のやつやってたね。初日の時は下の名歌ってました。踊れるかな。初めて出会った時はみんななぜかうつむいていたね。誰もよくわからずに人見知りしていた。それぞれの夢持ってこの場所に集まったのに、なかなか一つになれなかったね。したのなんで呼べたのはいつだろう。ある日不意にごく自然に呼んでいた。ぬくもりが心に伝わるまで背中見ている時間が必要なんだ。懐かしい、やばーい、久々に歌った。厳しいレッスンの時そっと声をかけてくれたよね。いつもできないことを一緒に乗り越えた。少しずつお互いを理解して話し始めた。未来のこととかチームのことね。友達になれたのはいつだろう。突然じゃなく土から芽が出るように、ゆっくりと優しさに照らされて、笑顔になって花びらが開いたんだ。競い合うライバルよ、抱えてるけどその前に仲間だと思う。歩いて行こう、信じなくちゃ何も始まらない。いつかはみんなであのページで最高の願いを叶えよう。下の名で呼べたのはいつだろう。名字とかさん付けはよそよそしい。下の名で呼べたのはいつだろう。ある日不意にごく自然に呼んでいた。ぬくもりが心に伝わるまで背中見ている時間が必要なんだ。友達呼ぶありがとうございます。
やばい、めっちゃ久々に歌ったから超緊張した。めっちゃ音外しちゃったけど。ねえ、なんかさ、また歌いたいですね。なんかさ、第2部とかさ、結構いろいろ曲を変えてきたんですけど、え、でも1回しか変えてないか。あれ、1回しか変えてないか。でもさ、なんかまた戻ってみたりとかもしたいよね。今が「しそうでしないキス」、あ、違う、シャーベットピンクしそうでしないキス、キスをちょうだいなんだけど、この前が、世界の人へ、したのな、で、今日負けだったから、そう、それに戻してみたりもしたいよね、また。全然変えていきたいですね、パーティー。一緒ね。うわ、今回もね、今回の萌ちゃんの生誕祭もまたね、ハモリパートだったんだ。いつまでたっても原曲を歌わないっていうね。砂の上を歌わないのね、やったことないんだ。今日アイドル感強めなさい。本当に？そうだね、なんか大きい襟つけてる。まあ、これたまに着てるやつなんだけど、本当にレア。いやですね。ね、いいよね。なんか今日負けとしたのまた歌いたいな。じゃあ昨日のまいちゃんの生誕さんの余韻がまだまだ残っているので、3部で披露させていただいた曲を歌いたいと思います。あ、イントロ大好き、大好き、イントロ。え、待って、シュシュないかな。え、ない、いやだ、ないかな。え、ないね。ショックショックショック。え、髪ゴムしか、髪にしかない。太陽が近づく気配、僕の腕から衣替え。青い海、波打ち際で君と会いたい。裸足の水しぶきポニーテール、君が走る砂の上、ポニーテール振り向いた君の笑顔、僕の夏が始まる。ハモリ歌いそうになる。始まる。
車種恋の尻尾は捕まえられない、触れたら消えてく幻、ポニーテール変わらずに、君は君で走るだけ、ポニーテールいつまでもはしゃいでいる、君は少女のままで、ララララララびっくりした、ありがとうございます。ちょっと待って、めっちゃタワー来てびっくりしたんだけど、え、え、マジで、え、ありがとうございます。待って、すっごい変な声だった。え、タワー、これタワーだよね。ちょっと待って、え、ありがとうございます。え、多分ふむごうし名前変えたの、ありがとうございます。ふむごう、ふむごう、え、記念だからってことですか。え、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい、ありがとうえ、本当にいいんですか。え、ありがたわです、ありがたわです、え、ありがとうございます、嬉しい、もっとテンション上がってきた、ありがとうね、ふむごふむご。え、でもすみっこ暮らしのタワーめっちゃ可愛いね。え、めっちゃ可愛い、全然すみっこ暮らしわからないんだけど、なんかキャラクターは知ってる、でもそのすみっこ暮らしの中のキャラクターはわかんない。ありがとうございます。え、何歌おうかな、じゃあ次。え、でも昨日の要因で言うと、萌えちゃんが昨日 Give Me 5をね、ドラムを使って演奏してたんですよ。あのここにあのマイクつけて、じゃんじゃじゃんじゃんじゃ Give Me 5みたいなってたんです。なんかそれ歌おうかな、いいかな。めっちゃ感動した。あのね、隣あの横でずっと萌えちゃんのね動画撮ってたんですよ、の萌えちゃんが演奏してる姿をね。そうそうそう、ミニ劇場、あ、そうそう、そこ言うの忘れてた、そこそこそこ今日何縛りカラオケ配信、え、わかんないけど、なんか昨日の4インターと1周年だから、まあ懐かしい歌とかね、そう、もう歌いたいなと思ってました。よいしょ、はい、これかな、歌えるかな、これ。え、弾き語りめっちゃめっちゃ好き、本当に。え、なんかドラム弾ける子って本当にかっこよくない、めっちゃまいちゃんすごいなって思った。いくぞ、お腹鳴った、めっちゃテンション上がってるので、テンション高いルアにお付き合いください。あ、これやってるってことか。すごいね。あ、ドラムできるかな。絶対できない。桜の歌が街に流れ、あっという間だった別れの日。校舎の壁のその片隅。
めっちゃ超ノリノリ、めっちゃ楽しい。エンジェンジェンジェン。いい。ちょっと待ってね。ごめんね。ごめんねごめんね。よいしょ。お、Thank you。水をもらいました。換気休憩、あ、ごめんね、換気休憩終わった。お待たせいたしました。何歌おうかな。次なんかリクエストありますか。9時までだから一旦9時まで配信してまた9時半から配信しますね。
何がいい？なんかあれだよね、ちょっと1周年に絡めたやつとかもいいよ。あの別最近歌ってない、歌っちゃう。あの別歌っちゃう、いいのかも。あのクリも後で歌うじゃん。あのクリ歌っちゃう。それかカラオケに入ってない曲も多い。そうだよね、そうだよね。うん、あの別ね、ポンコツ、あ、ポンコツも一番って全部誰かなんですよ。その3曲行きたい。ゲーゴーララ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 ラ何度も見たことのある雨上がりの虹なのに、今日だけはなぜだろう、いつもより鮮やかに見えるんだ。日が遠い街へ引っ越すなんて突然言い出すから、胸がキュンとして、君の存在に僕は気づいたんだ。あのさ、いや別に言葉にはできない I love you、 幼なじみはなんか恥ずかしい、どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕は、今になってどうすればいい、このままでさよならかなと髪が誘わい、そっと泣けすぎたら引き止められない、泣きなことだから、ねえ虹に願いを言ったら、いつの日か叶うのかな、君ってさいつでも変なことを昔から思いつくよね、流れ星と違うと笑ったけど、どんな願いするつもり、そして僕に言うそうと微笑んで、いつか会いに来て。それってどういう意味？どこかへ行ったって愛に夢中、ずっと前から大好きでした。恋と気づくには近すぎたね、こんない関係壊したくない、抱きしめなきゃ悔やむのかな、友達で終わってそう、一番恥ずかしいこのタイミングだけど、このタイミングがせばかの日々、どうするこのままさよなら感想、ちょっと待って、言葉にはできない I love you、 だからいきなりキスしちゃいました、言葉にはできない I love you、幼なじみはなんか恥ずかしい、どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら、今になってどうすればいい、このままでさよならか
いいですね、楽しい。あの別はね、本当にいい。もうね、あの別歌うとリカさん思い出すんだけど、そう、なんか初選抜といいますか、あ、全員選抜でね、初めて選抜に選んでいただいたんですけど、はい、すごい思い出のある曲で、いつ聴いても、ね、幸せな気持ちになります。じゃあちょっとポンコツ行き、え、もう歌えるかな、歌えるかな、歌えるかな、ちょっと待って歌えるかな、よいしょ。それではちょっと待ってね、それでは行きたいと思います。ポンコツ、昨日も歌わさせていただきましたね。スキルが薄く来たけれど、1週間先の予約だった。マネージャーの君が日にち間違えてた。絶対にありえないミス、ごめんなさいって必死に謝る姿に、僕はキュンとしてしまって、怒れないのはなぜだろう。ポンコツな君が好きだ、いつもドジばかり踏んでる、頼りないところがいい、なぜか信できる。失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ。そんな人間らしさに僕はどんどん惹かれて、仕方なく帰って気がついた。みんなの荷物はどこへ行った。忘れてきちゃったのに、どうせまた行くかなんて、くたくのないその笑顔。そう、人生なんて肩の力を抜かなきゃ、きっと息苦しくなるから、楽しくやってゆこう。ポンコツ無理もパフェイだ、君がおなかに見える。完璧にできることが大切なんじゃない、そんな君のそばにいる。僕の器は小さすぎる、何度間違ってもいい、もっとたくましく生きなきゃ。人は皆ちゃんとしようとする、言われたことだけを言われたよ。どこかネジが緩んでる、マイペースな君の勝ちだ。思うようにいかないこと気にしないで生きる。ポンコツ、ポンコツな君が好きだ、いつもドジばかり踏んでる、頼りところがいい、なぜか信できる。失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ。そんな人間らしさに僕はどんどん惹かれてゆく。守
手あげたくなる。ね、これさ、アナクリ歌えなそうじゃない？一番だけ歌おうかな。ありがとうございますね、本当に。え、マジで昨日楽しかった。ちょっとまだメールかけてない。昨日はね、疲れ果てて書けなかったんだけど、そう、今ね途中まで書いてるから、ぜひ待っててほしい。え、これさ、時間的に次でいいですか？それまでに喉保存しておくからさ、9時半から歌っていいじゃん。あ、2000ありがとうございます。一人で歌うの難しそう。え、でもね、一人でも普通の本来のパート歌ってるから意外といけるかもしれない。じゃあ次も配信しますのでお待ちくださいということで、スクショタイムをしたいと思います。一周年。ありがとうございます。ある後でにしようかな。夜やろうかな。じゃあ、ちょっと時間が、あ、時間ある、時間ありそうだ。待って、じゃあやろう。皆さん、じゃああるって言ってくださると嬉しいです。いきます。はい、ふむ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 、私はここにいるので、あーる、ありがとうございます。皆さんにたくさんのラースマイルをお届けします。新潟県出身、高校1年生16歳のベルちゃんことイソベルアです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ありがとうありがとうございます。はい、ふいふいふい、ありがとうございます。じゃあそれでは壇上を読もうと思うんですけどね、本当に1周年嬉しい。多分1年前から見てくださった方もいると思うしね、まだ公演を見てからまだ1周年経ってないっていう方も多分いると思うんですけど、そうね、どのタイミング、なんかどのタイミングでね、あの、来てくださったとしても本当に嬉しいですし、でもパーティーは本当にあの誰が来ても楽しめると思うので、ぜひなんか来ようか迷ってる方、本当におすすめします。はい、それでは男子の方を見させていただきたいと思います。13位かきひこし、ありがとうございます。12位あいこすし、ありがとうございます。11位ガトランティスし、ありがとうございます。10位たかちゃんし、ありがとうございます。9位うらべし、ありがとうございます。8位ひろし、ありがとうございます。7位はるごんまんななし、ありがとうございます。6位よちくんし、ありがとうございます。5位しゅうちゃんし、ありがとうございます。4位けんじですし、ありがとうございます。絵文字ありがとう。3位ピンメガネし、ありがとうございます。2位おじゃし、ありがとうございます。そして1位はちゃか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 ぽいレンタムふむごしです。ありがとうございます。なんで今日その名前なの？ありがとうございますね。これはどっちに言えばいいのかな、どっちに言えばいいのかな。ありがとうございますね。今日はめちゃめちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。公演待ってますね。また公演待ってます。え、11月お待ちしてます。ありがとう。ということで終わりたいと思います。皆さん今日もありがとうございました。9時半からまた見に来てね。ありがとう。また後でね。ありがとう。またね。